はい、村田のシスターバリカムでようこそ。ティッシュ箱モンスター。先生、イエス。僕ちょっと前にですね、ドラゴン屋さんという YouTube やってる方の動画で名前出させていただいたんですよね。ありがとうございました、本当に。笑ってはいけないクリマツっていう企画を僕がね、ちょっとまあ先にやってしまって、ドラゴン屋さんが、クソザワッチが先にやってたぜ、畜生ってな感じで動画でドラゴン屋さん行ってて、で、それを視聴者さんが教えてくださいまして、それで僕も動画にコメントさせてもらって、で、今、確か Twitter もお互いにフォローし合って、マジでね、2、3センチほど絡みましたね。2、3センチくらい絡んだくらいなんですけど、それでもね、2、3センチほど絡ませていただいたというありがたい縁なので、今回はドラゴン屋さんがね、やってた、笑ってはいけないおせちんこを僕もやります！パクらせていただきます！ありがとうございます！パクリとか恥ずかしくねえのかよって思う人いるかもしれないですけど、もう恥なんてとっくの昔に捨てました。それではさすがやっていきましょう！レッツゴー！交換ということで見ていきましょう。まあ、まずね、おせちんこっていうのがどういうものなのかっていうことで、元ネタを見ていきます。この間のね、笑ってはいけない下ネタでも見たんですけど、何度見てもおもろいんで、おせちんこは。これがおせちんこです。で、今からこのおせちんこをちょっと改造したようなおせちんこ動画をどんどん見ていくっていう感じですね。壮絶やの。おせちんこだけの素材でここまで広げられるのすごすぎんか。今ベジータいなかった今ベジアキコいなかったね、完全にベジアキコだよね ひどいよ、こんなん。ひどすぎるって。地獄やんけ、こんなん。どういうこと？ひどいよ。ほんまにひどいと思います。コッシーとおせちんこ混ぜるのはダメだったよ。もうそれはもうただのチッコやん。コッシーとおせちんこ混ぜたらそれはチッコやねん。カレーライスはおせちんこなんか。おせちんこ。なんやねんそれ。おせちんこ。おせちんこ。お風呂。部屋は必ず。おせちんこ。してみてね。どういうこと？ということで、笑ってはいけないおせちんこでした。地獄でしたね。ひどかったです。ということで、ドラゴン屋さん、勝手にネタパクらせていただいてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。おせちんこ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 。